アドリアーノこと、アドリアーノ・レーテリベーロは、ブラジル・リオ・デジャネイロ氏出身で、元同国代表のサッカー選手。ポジションはフォワード。ニックネームはインペラトーレ。アドリアーノという男性名の由来となったローマ皇帝、ハドリアノスと彼の名前をかけたものである。CR、フラメンゴに在籍中の2001年に、同年のワールドユースなどでの活躍がスカウトの目に、止まり。 セリー AA のインテルへ入団。最初のシーズン開幕後、すぐにレンタルされる予定だったが、プレシーズンマッチでレアルマドリードと対戦した際に、決めた FK を見た、当時のエクトルラウル・クーペル監督が、しばらく手元に置いておきたいと申し出、レンタル一席は半年見送られた。その時の FK は、アドリアーノ本人もベストゴールの一つに挙げている。その後、アッコフ・フィオレンティーナへ、 レンタル移籍し、一年でインテルへ戻るが、今度は、パルマ FC へ移籍した。パルマでは、アドリアン・ムトゥ、中田秀俊と共に前線を形成し、得点を量産。その活躍が認められ、再びインテルへ移籍し、AS に成長。父の死を乗り越えた後は、ゴール後に、両手で点を刺すようになった。2004年コパアメリカと2005年フィファ、コンフェデレーションズカップでは、 得点王と MVP に選ばれるなどの活躍で、同国を優勝に導きブラジル代表におけるポジションを確固たるものとした。2006年 FIFA ワールドカップでは2得点を挙げたが、不完全燃焼に終わり評価を下げた。2006から07シーズンは長きにわたって、無得点を続け、クラブから休養を命じられた上、私生活のトラブルや怪我、監督との不和もあり、 優勝戦線の戦闘を走るクラブの戦力外とみなされた。翌年も2月にふくらはぎを負傷、3月にはディスコでの乱闘が報じられるなどする中、放出の噂が絶えなかった。本人は当時の不調や生活の乱れを父の死や恋人との破局から先に溺れたためとしている。クラブはオフに新たな FW を補強。 また UEFA チャンピオンズリーグの登録メンバーから外されるなどの状況で2007から08シーズンを迎えたが10月のレッチーナ戦で交代を命じられ不満をろにするとその後の練習を無断欠席して物議を醸したことあるごとに擁護してきたマンチーニ監督からも移籍を進められる中11月にうつ病治療のためブラジルに帰国したが 翌月サンパウロ FC への半年間の期限付け遺跡が発表された。なお、イタリアでは2006年、2007年と2年連続で年間最悪選手、金のバケツ賞を受賞、2008年にも3位にランクされた。2008年1月から母国でプレー相手 DF への頭突きによる出場停止処分や規律を乱す行動から40%の減俸となるなど、 トラブルも続いたが、28試合で17得点を上げるなど好調を保ち、夏にインテルに復帰した。当初は、新監督、モーリーニョの元活躍を見せて、復調を印象づけたが、11月以降は、遅刻や夜遊びといった、規律違反から再びスタメンを外れがちとなり、12月、中旬に負傷者リスト入りしてそのまま帰国。CR、フラメンゴへの移籍が、 決定寸前と報じられたが実現せず、2009年が明けるとチームに交流、リーグ戦やカップ戦で得点を記録するなどを活躍を見せた。しかし4月には代表戦でブラジル入りしたまま、イタリアに戻らず、一時失踪して消息を絶ち、誘拐説や死亡説まで流れる騒動となった。間もなく姿を現し会見、このままブラジルに残り、 サッカー選手としての活動をしばらく中断することを表明した。サッカーをする喜びを失ったこと、イタリアでの生活が辛かったことを理由に挙げている。騒動後はインテルとの契約を解除して無所属となっていたが、5月に自身が初めてプロ契約をしたブラジルの CR、フラメンゴに入団。母国ではやはり好調で。 47試合に出場して35得点を記録し、チームの17年ぶりのブラジル全国選手権制覇に貢献、再び欧州復帰が取り沙汰されていたところ、2010年6月9日に a s ローマへの移籍が発表された。しかし2010から11シーズンは、怪我や減量の失敗などに見舞われ出場もままならず、2010年末には3年ぶり3度目となる。 金のバケツ賞に選出された。2011年2月には、肩の負傷で、ブラジルに戻ると、現地での飲酒や、運転免許剥奪が報じられた上に、イタリア帰国を無断で延期するなどトラブルが続き、3月8日に、ローマから契約解消が発表された。2011年3月28日にカンピオナート、ブラジレーロのコリンチャンスとの契約が発表された。 しかし4月19日には練習中にアキレス腱を断裂10月に復帰したがシーズン4試合の出場にとどまった12月に1年間の契約延長が決まりコーチと共に減量に取り組んでいたが練習態度などを問題視され2012年3月13日にコリンチャンスから契約解除を発表された2012年8月22日に CR フラメン語に復帰したが 11月6日に契約を解除された。翌2013年3月には SC インテルナショナルとの入団に近づいたが、メディカルチェックで不合格となり、契約に至らなかった。2014年2月11日、アトレチコパラナエンセと契約したが、監督とのトラブルや練習の無断欠席、試合翌日にナイトクラブに姿を見せるといった、規律違反を犯し、二ヶ月で、 契約解除に至った。2014年12月26日、リーグ2のルアーブル AC に加入した。だが、契約寸前まで行っていたが、ルアーブル AC 側の問題により、破断となった。無所属の期間を経て、2016年1月29日、NPSL のマイアミユナイテッド FC と契約を結んだが、同年5月に契約解除。同年7月には、 リオデジャネイロで最も危険とされるファベーラに住んでいる様子が報じられた。その他、ありがとうございます。